インゴルフも2年経ちますが、ありがとうございます。あの企画がね、そろそろね、マイナーってなくて、あーマンネリ、マンネリ、そうマンネリ化してきたので、みんなでこれからは企画を考えましょう、はい、っていうことになりました。委員会もあるので、はい、でみんなでなんかこういうのをやりたいとか、こういうのを増やした方がいいんじゃないかとか、まあ、今 YouTube もいっぱい増えてきたんで、まあ、他と被らないようななんかうちららしい企画、みんなで考える。どんな企画をまずやりたいか、なんかあります？最近見てて、こういうのがあったら面白いんじゃないかとか、こういう要素が例えばもっと、例えば、笑える要素を増やすとか、例えばもっとなんかこう男性を増やした方がいいとか、出る人とか分かんないけど、まあ今すごいざっと言ったけど、みんなから見て客観的に、実はこういうのやってみたいとか、なんかありますか？やりたいのは、スペルもあるけど、難しいこと言ったからチャレンジする企画とか、難しいから分かる、具体的になんかカゴに入れるとかでしょ、そうそう、なんかここに通すとかなんかあるけどね、ことにちゃんあのテレビとかでよくあるじゃん、あ、また当てとか、また当てとか、あの先の、うん、ボンボンボン、あ、とか、でも多分さ、そういうのはなんか難しいと思うけど、でもそれに上手い人も、私たちレベルチャレンジするみたいな、また当て、ストラックアウトじゃない、みたいなとか、みんな体験してみました。全員で。はい、みたいな。この間、ココロちゃんだけファーって言ったけど、うちら全員がファーって言ったの。それはちょっと面白い。全員。そう、全員。リサちゃんたちはさ、先輩だからさ、ね、もうさ、ベテランだからさ。めっちゃ怒られそう。めっちゃ怒られそう。ダメだよ、みたいな。なんか、についていくみたいな。ちょっと、ココロちゃん。はい、クラブ見て、私はもうボールやっとくから、はいはい、はい、落ちてないとか言って、私は落ちてないよとか言って、ボール違うからですって、ね、クラブも覚えなきゃいけないですか、ボールも覚えなきゃいけない、はい、他何かありますか、難しいことっていうのも他にある、例えば小技系の方が多分難しい、小技、アプローチの何か、それはなんかちょっとなんか検索しないと分かるけど、ホールインワンできる、あ、そういうのね、トンネルズみたいなやつ、あれは無理だけどね、あの穴掘ったりとかさ、キャッチとかは多分比較的多分無理だけど、無理だけど、でもなんかそれに近いような、ね、面白いやつ、そう、なんかずっと打ったら出るような気もするんだけど、出してみたいな、そう、なんかもうボロボロになりそうだよ、逃げられそう、てか一日ずっと打ち続けるみたいになりそうだよ、ね、キャディー研修もあるんだけどさ、グリーンキーパーをやってみたり、穴掘ったり、芝刈ったり、ローラーかけたり、そっちの方がやりたい、それはね、多分すぐ実現する、そう、やりに行かなきゃいけないんだけど、キャディー研修よりそっちの方が、そっちもいい、そっちの方が好きかも、グリーンキーパー、なんかもっと芝刈ったりとか、あ、ローラーとか全部乗れるんだって、知ってない、面白そう、なんかそれをどうやってやったら速くなるのか遅くなるのかとかすごい気になる、あ、どっちかって言ったらそっちが好きだからさ、なるほどね、グリーンのこれをどんだけ出たら速くなるとかそうそう、あとまあエアレーションとかさ、砂をとかあーって出たりとかさ、ああいうのとかやったら、なんかボールとかさ、やったの検証とかもすごい好き、ああいうの、他なんか、
プロとかそういうのじゃなくて、なんかもっと変な人とか、うん、この間みたいなマックス村井さんみたいな、マックス村井と対決みたいなのをの方が多分いいと思う。なんだろう、まあ、村井さんじゃなくてもいいかもしれないけど、うんうん、そういう感じの人とかじゃないと、うん、なんかちょっとなんか合わないじゃん、うん、なんか、そういう系の対決がいいな。なんならお笑い芸人とか来てくれたら面白いですね。なんか練習とかさ、ちょっと増やしたいなと思った。練習場、うんうんうん、で練習場ってでも日中撮ると全然ボールがさ見えないから、やっぱで今暗くなるの早くなってきたから、夕方から夜。アプローチとバンカーがついてる練習場に行ってるし、多分今度カレドニアの練習場とか、とりあえずこれは以上で。はい。はい。